はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋文友でございます。はい、今回の動画ですが、ウルトラマンタイガー22話の感想をしております。22話をご視聴した感想としては、タコムが再出演という回だったんですが、とってもいい回でした。うん。いい回というか、面白い回でしたね。なんかそういう感じ系のやつまたやってほしいです。欲しいツール。やるんでしょうけど。ねえ。っていう感じでした。で次の放送23話ですね。23話が、あいつが出てくる、あいつも出てくるっていうのが、ちょっと、意味わからない部分もありますけど。さあ、あいつとは一体誰なんでしょうか。予告見てる人はもうわかるはずです、今。うん。うん。っていう感じでした。これ、オレンジ。上層に行ったまって、ここオレンジ。はぁ、はぁじゃないよ。はぁという感じですので、そういう。まあ、23話も楽しみにしていきたいと思います。ということで。そろそろ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。